ローガン女子はペルシアあるいはカシミール地方に起源を有する肉を使ったスパイシーな香りのするカレー料理である赤肉料理で特に伝統的レシピでは洋肉かヤギ肉を用いて作られる主にアルカネットの花か根とカシミール唐辛子を使って色や味をつけるカシミール料理の代表的なものである名称の語源については諸説あるローガンは ペルシア語やウルデュー語で済んだ、バターオイルの一種であるギーあるいは、油を意味する一方、ジョシュはもともと、ニルを意味する動詞じゃ水ムに由来する言葉で、シチューや虫煮を作ることを意味する。この定義によると、ローガンジョシュはギーで、シチューにするという意味になる。この料理名の語源についてはまた別の説もある。最初の部分は、ウルデュー語で、茶色か、赤色を示す、ローガンあるいは、 カシミール語で、赤色を示す、ローガンであるとされる。後半は、肉を意味する、ゴスとか、あるいはジュースを意味する言葉で、おそらくは赤い肉か赤い汁を刺すという説である。ローガン助手も、ローガンゴーシュとのこの料理を指す時に使われているので正確な語源は不明であり、元々の名前がどちらだったかもはっきりとは分かっていない。上から見たローガン女手、ローガン助手は、 カシミール料理の定番で、カシミール式のコース料理である、ワズワンのメイン料理の一つである。この料理はもともと、ムガル帝国の人々により、カシミールに持ち込まれたものであるが、ムガル帝国の料理はもともと、ペルシア料理からの影響を受けていた。インドのヒラノブでは、夏の暑さが厳しかったため、ムガル帝国の人々は、標高と井戸のおかげでもっと涼しい気候を有する。 カシミールを頻繁に訪れていた。老眼女子は、ニンニク、生姜、香りの強いスパイスで味付けしたグレービーで煮込んだ、ラムカマトンの蒸し煮料理であり、レシピによっては、玉ねぎやヨーグルトも加える。まず蒸し煮にした後、パン生地で蓋をして、ゆっくり熱するインド特有の調理法で時間をかけて、調理する。特徴的な深みのある赤色は、伝統的にアルカネットの花か、 根を乾燥させたものを使用して出す。カシミール唐辛子も使用する。カシミール唐辛子はパプリカに近いマイルドな風味を有する。サフランが入ることもあり、特にムスリムは好んで使う。カシミールの料理においては、ヒンドゥー教徒とムスリムの間で、調理法に相当な違いがある。ムスリムはプラーンと呼ばれる、地元産のシャロットと系統の一種である。 マばルの花びらを色付けに使う。ヒンドゥー教徒は、こうした材料やニンニク、玉ねぎを避けているが、コクや風味のためにヨーグルトを加えることもある。フェンネルやアサフェティガを加えることもある。この料理は、ジャンムーカシミール州のものであるが、特にカシミール料理を専門としていない、イギリスのカレー店でも定番である。グラスゴーのカレー店における動作などと、同様。 バングラデシュ料理を出すような店でも移民してきた料理人により吸収され、インドは大陸の代表的な料理として老眼助手が出てくることがある。伝統的な調理法では乾燥唐辛子を丸ごと持ち、塩を抜いて水につけ、細かくしてペースト状にしてから使うが、調味のため伝統的ではない簡単な方法としてカシミール唐辛子の粉を使ったり、 パプリカパウダーとカイエンヌパウダーを混ぜたものを使うこともある。サンジー・ブ・カブールのレストランで使っている新しいレシピではブラックカルダモン、アニス、ローリエを使う。西洋版のレシピは多くがトマトをソースに加えるよう指定している。特にかけて食べるだけの出来合いのソースはトマトベースだと思われるくらいにトマトを使うのが普通である。トマトは 伝統的な老眼女子に入っていない、あるいはそもそも伝統的なインド料理そのものに含まれていないので入れるべきではないというものもいる。しかしながら、老眼女子を特に肉とトマトが基本の料理として研究するものもいる。一方、トマトが入っているものはカシミール料理ではなくパンジャーブのレシピだとするものもいる。インドではヤギ肉よりもちゃんとしたラム肉の方が入手しにくいため、 しばしばマトンの代わりに、ヤギ肉で老眼女子を作ることがある。牛肉で作るものもあり、ブリスケットが好まれる。ありがとうございます。